ということで、いや、ようやっと完成しました。ほら、上、見える？ほら、ね、メッシュになって、これで紫外線の UVB も通るね。通気性もね、アップして、四つ目ちゃんもより元気になるというもの。さてさて、まだケージの中に足りないものがね、四つ目ちゃんは今お風呂場で移動してきました。こういうね、ケージからケージの移動はね、お風呂場とか締め切った環境で万が一、失敗してもそこから逃がさないという段取りが必要だね。はい、まずは、これかな、水入れね。まだ水入ってないの。先に水入れちゃうとね、扱いがしづらくなったりとか水こぼしたりとかするんで、まずはこうやってね、はい、やってから水をチューってね、はい、入りました。そして、はい、ゼリーね、ゼリーね、あー、ゼリーはね、一つ丸々あげると全然食べきる前にすぐかびちゃうんで、こうやって少量ずつね、スプーンですくって残りは冷蔵庫っていう風にしてあげてます。その代わりにね、あ、落っこちゃった、落っこちゃったよ、ゼリー落っこちゃった、その代わりね、毎日ゼリーとお水は交換するようにしてます。あ、四つ目ちゃん、そこにいるとゼリーを置けないから、ちょっとだけ動いてくれる？ちょっとだけ、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 はいよ、はい、ごめんごめんごめん、はいはいはい、びっくりしたびっくりした、はい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 、はい、完了。今回のケージ改造、意外と大変でした。このね、ステンレスメッシュが思いのほか頑丈でね、使った工具のハサミ、金切りバサミと、あとニッパーね、あ、ごめんね、ニッパーね、どっちもちょっと歯が立ちづらいっていうか、下手したらご臨終しちゃったかもしんねえ。まあ、もともとだいぶへこたれてた2つだったんだけどね、今回のこの100均のステンレスメッシュでとどめを刺しちゃったかな。それとね、あれ、ステンレスメッシュハサミとかニッパーで切るときにさ、細かいのが飛び散るんだ。あれ大変でした。ここのね、黒いやつの上にいっぱい飛び散って、もう一つ一つつまんで捨て、つまんで捨てってね。これ部屋の中に転がってると怪我するからね。現に一本目のね、その切れ端を拾おうとしたら、サクッて指に刺さってね、ちょっとだけ血が出ました。ね、そんな感じで結構苦労して、見栄えもね、さすがにやっぱガタガタになったんでね、見栄えは良くねえんだけど、まあ質実合憲といったところかな。ということで、本日は四つ目昼夜森のケージ改造でした。シリクンドを極めましょうね。さよなら。
ペロ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 ってね。